画では王子駅周辺まちづくりグランドデザインで掲げる街の将来像を実現に向け、計画的なまちづくりを誘導していくための王子駅周辺まちづくりガイドラインの策定に取り組んでいます。こちらの動画では令和4年5月27日から29日開催のオープンハウス型説明会と合わせて現在のまちづくりガイドラインの検討状況について配信いたします。王子駅周辺は江戸時代から飛鳥山を中心としたにぎわい交流の場として広く知られており、明治期以降も日本の近代化を支える工場等の産業商業の集積とともに鉄道や路線バス等の多様な公共交通が接続する交通の要衝として発展を続けてきました。北区では王子駅周辺のまちづくりの新たな展開へ向けて平成29年7月に王子駅周辺まちづくりグランドデザインを策定しました。現在グランドデザイン策定後の社会変動なども踏まえ、新庁舎建設の具体化に伴い道路・公園など基盤整備の在り方や駅前開発の方針を明確にするため、王子駅周辺まちづくりガイドラインに向けた検討を進めています。本ガイドラインはグランドデザインをより具体化し、個別の都市計画や事業へとつなげていくために必要な事項を定めるものです。区民、地権者、民間事業者、行政など多様な主体が連携してまちづくりに取り組む際の指針となります。王子駅周辺には交通の要衝として様々な交通機能が集積しています。 JR 線に加えて東京メトロ、都電荒川線が結節し、北口と南口には駅前広場が整備されており、その他にも新幹線や首都高速道路、明治通り、北本通りといった幹線道路など様々な交通機能が交差していることが特徴です。また飛鳥山公園や石神井川、王子神社、音無親水公園といった自然、文化、歴史資源が集積し、王子駅前の特徴的な景観を形成しています。一方で、王子駅の JR 京浜東北線、東京メトロ南北線の乗り換えバリアフリールートには、大きな迂回が発生している状況です。グランドデザインを策定した平成29年以降、王子駅周辺を取り巻く社会的な動向も変化してきました。一点目として、これまでの車中心から人中心のウォーカブルな街づくりへの動きが出てきました。二点目として、これまでの行政中心の作る視点から公民連携で多様な手法を組み合わせた使う視点での市街地整備へ大きな転換が求められるようになりました。3点目として、脱炭素社会への取り組みが世界中で広がっており、北区でも昨年6月にゼロカーボンシティ宣言を行いました。4点目として、昨今の気候変動の影響により水災害の激甚化や頻発化の懸念がされています。特に王子駅周辺は JR 線に沿った外線となっており、王子一丁目や堀船、栄町では荒川氾濫時の浸水も想定されており、激甚化する自然災害に対する防災・減災の重要性がより高まっています。5点目として、大規模震災への備えです。2013年に国の有識者会議において今後30年以内に 70% の確率で首都直下地震が発生するとの発表がありました。そのため王子駅周辺においては帰宅困難者の対策や木造密集地域の改善を図っていくことが必要となっています。グランドデザイン策定後のまちづくりの動きに関する新たな視点を踏まえ、王子駅周辺の魅力と課題を再整理しました。今回のガイドラインでは魅力をより高めていくとともに課題の解決を図るべく具体的な整備メニュー等をまとめていきます。グランドデザインで掲げた街の将来像と基本方針を受けて、
今回のまちづくりガイドラインでは、新たにコンセプトとミッションを掲げます。コンセプトについては、区民や関係者皆様のご理解とご協力をいただきながら、一緒に王子駅周辺のまちづくりを進めていきたいという思いも込めて、王子、共創、みんなで作る王子の未来を掲げたいと思います。また、4つの基本方針を実現するために、達成すべき4つのミッションとして、駅前を歩行者へ開放、町に賑わいを波及、町の資源を活用、安全安心を確保を設定しました。さらに4つのミッションを達成するための戦略をまとめています。駅前を歩行者へ開放のミッションでは、ミッションを達成するために戦略1、駅前の歩行者空間の拡充、戦略2、駅と町をつなぐ歩行者ネットワークの拡充、戦略3、安全に利用できる駅前空間の形成、戦略4、分かりやすく利用しやすいバス等の乗り場形成の4つの戦略を掲げます。これらの戦略をもとに、3つの駅前広場で機能を分担し、利便性を兼ね備えた交通系施設機能を確保します。また石神井川などによる町の分断を解消し、駅前の歩行者空間の創出をアシストします。これらにより王子駅周辺は歩行者中心のエリアへの変貌を図ります。ミッション「町に賑わいを波及」を達成するために、戦略後、都市機能が集積した新たな拠点の形成、戦略6、アクティビティを生み出す交流軸の形成の2つの戦略を掲げます。これらの戦略をもとに、にぎわいと交流の拠点の形成と回遊のネットワークの形成を図り、駅前の活気とにぎわいが波及するまちづくりを推進します。ミッション「町の資源を活用」を達成するために、戦略7、王子の顔、飛鳥山公園の魅力の強化、戦略8、自然、文化、歴史に触れる機会の創出の2つの戦略を掲げます。これらの戦略をもとに、飛鳥山公園などが持つ自然、文化、歴史の町の資源を生かし、ポテンシャルをさらに高め、王子の顔として地域イメージの強化を図ります。ミッション安全安心を確保を達成するために、戦略9、災害に強い住環境の形成、戦略10、発災時に備えた町の災害対応力の強化の2つの戦略を掲げます。これらの戦略をもとに、地域の防災性や災害対応力を高めるとともに、脱炭素を目指す町づくりなどによって、気候変動への適応により災害発生を抑制するなど、安全安心の確保を図ります。各ミッションを達成し、町の将来像を実現するために、王子駅周辺に求められる機能役割を勘案し、必要な事業メニューや目的について町づくりプロジェクトとして整理します。また、各プロジェクトのうち、より短期的な実現を目指すものは先行実施地区の整備計画に反映していきます。駅前を歩行者へ開放のミッションでは、駅前の歩行者のたまり空間の確保、歩行者ネットワークの強化、来街者を迎え入れるエントランス空間の魅力化など8つのプロジェクトを掲げます。街ににぎわいを波及のミッションでは、駅前の利便性を生かしたにぎわい拠点の形成、既存ストックを活用した機能更新、駅と町をつなぐ交流軸の形成の3つのプロジェクトを掲げます。町の資源を活用のミッションでは、民間活力の導入による飛鳥山公園の再生、飛鳥山公園へのネットワークの強化、水と緑のゆとりを感じる新たな空間の創出、王子ならではの歴史や文化の魅力発信の4つのプロジェクトを掲げます。安全安心を確保のミッションでは、
木造住宅密集地域の改善、水害時の高台避難ルートの確保、災害対応拠点の形成の3つのプロジェクトを掲げます。次にガイドラインにおけるエリアの考え方になります。今回のガイドラインでは地区の魅力と課題、現状の用途や地形、周辺における開発動向などを総合的に考慮してガイドラインの地区を7つのエリアとして整理しました。グランドデザインでは3つのゾーニングの整理でしたが、ガイドラインではエリア別のまちづくりの方向性を示すことできめ細かく地区の特性を生かしたまちづくりを進めていきます。王子駅周辺の街の将来像を具現化し、形成すべき都市構造の方向性を将来都市構造図として示します。エリアごとの方向性に沿った土地利用の誘導に加え、各エリアの連携を支え、骨格軸となる南北交流軸と東西防災軸、ウォーカブルエリアを支える道路、回遊性と高台避難に資する東西の歩行者ネットワークを形成します。ウォーカブルエリア内は既存の道路空間の再配分により歩行者中心の空間形成を目指します。拠点形成エリアは印刷局工場用地の一部を北区新庁舎建設予定地として決定しており、現在土地譲渡に向けた印刷局王子工場の建て替えなど大規模な土地利用転換が予定され、開発ポテンシャルの高い区域です。この新庁舎建設に合わせて拠点形成エリアとその周囲の一部でエリア間をつなぐ新たな基盤整備と一体的に多様な機能を集積させ、活力とにぎわいの拠点形成を図ることが求められています。これらの動きを踏まえ、先行実施地区を位置づけ、おおむね15年後を目指し優先的に事業化を図ります。先行実施地区における歩行者ネットワークのイメージです。先行実施地区では駅前を中心に歩行者の回遊性を高めるネットワーク形成を図ります。また歩行者が快適に滞在でき憩いの空間にもなる広場機能の整備を誘導し、駅前の顔づくりを進めていきます。合わせて町の軸や駅前の各広場空間を結ぶよう回遊・にぎわいネットワークを形成し、効果的に緑を配置することにより、にぎわいと潤いを町全体に波及するようなネットワーク形成を図ります。歩行者ネットワークの断面イメージです。有事の際には防災拠点となる新庁舎と高台で避難場所でもある飛鳥山公園を防災バリアフリーネットワークで結ぶことを検討します。なお水害対策については北区が独自で取り組むことはもとより、流域の治水対策として国や東京都とも連携を図っていきます。この防災バリアフリーネットワークが実現すれば、万が一水害が発生した場合にも高台避難を円滑にするとともに、新庁舎の防災拠点機能維持にもつながると考えています。また周辺の開発に合わせてこの防災バリアフリーネットワークと接続することで歩行者の回遊性向上にもつながることが期待できると考えています。今後このイメージをもとに関係機関等と協議を進め、実現に向けて検討していきます。先行実施地区のまちづくり整備計画案です。優先的にまちづくりを推進していく先行実施地区について、より具体的な整備メニューを整理しました。駅前を歩行者へ開放するために南北交流軸と東西防災軸をつなぐ貫通道路の整備や石神井川を横断する橋の整備などを進めます。町ににぎわいを波及するために新庁舎低層部ににぎわい空間の整備や工場機能の再編に伴う博物館の再整備などを進めます。町の資源を活用するためにリバーサイドスクエアを歩行者の空間として利活用や飛鳥山公園の広場エントランス空間整備などに取り組みます。最後に安全安心を確保するために
東西通路による高台避難ルート検討や新庁舎と連携した防災拠点機能の確保などに取り組みます。なお、こちらの整備メニューについては取り組みの位置等、今後関係者間で調整を行いながら具体的な検討を進めていきます。最後にガイドライン策定までの流れです。これまでに王子駅周辺まちづくりガイドライン策定検討会を2回開催しました。今回のオープンハウス型説明会で皆様からいただいた意見を踏まえ、あと2回の検討会で議論を深め、令和5年3月にガイドラインを策定する予定です。策定前には案をもとにパブリックコメントを実施し、皆様からご意見をいただく予定です。以上が現在のまちづくりガイドラインの検討状況についてのご説明です。最後までご覧いただきありがとうございました。ホームページ内のアンケートより内容についてのご意見をお聞かせください。